あ、小沢くんはね、最強だから、小沢くん。最強だから。マジかっこよすぎますよ。この絵、かっこよすぎます。深海魚じゃん、もう。3、2、1、はい。深海魚上がってきた。最初よりひどいですね。え、これってことは、これ、ビリを決めなくちゃいけないじゃん。俺はビリじゃない。ナイトワークでビリを決める対決で締めたいと思いますが、最後はね、それとも目隠しをして、なんか触ってもらって何か当てるゲーム。あ、はい、わかりました。順番に行きますからね。じゃあ、はい、じゃあ矢口ちゃん手出して。バカじゃん。はい、あー、はい、わかった。簡単、はい、簡単。じゃあ、はい。あー、気持ち悪い。うるさいよ。気持ち悪い。はい、あの先輩に怒られる。何これ、はい、せーのでいいよ。はい、はい、せーの、鳥の巣。スポンジンポーン。はい、やぐっちゃん、やぐっちゃんね。答えは鳥の巣でした。開けちゃった。はい、あれ、何では、いきますね。怖っ。え、絶対挟まれる。ああ、あ、俺、あ、それ、あ、うん、あ、はいはい、多分、うん、じゃあ、ヒント、ヒント、あ、はい、分かった、めっちゃ分かった、簡単、簡単、簡単、こんなのはね、簡単、簡単。あ、ヒント、生き物です。うん、簡単、分かってるもん、うん、簡単、簡単、こんな生きてます。一瞬、いや、そんなのいらない、簡単、簡単。お前に言ってねえんだ、黙れや。俺が生きてんのか。 OK ですか。分かった、簡単、はい、魚系。知らない。では答えをどうぞ。え、せーの、ヤゴ。オニヤンマのヤゴ。あ、当たり。ヤゴは合ってるけど、まあ今は同点ってことで。行きます。こいつね。は？何？あー、かわいい。うわー。あー、わかった。わかった。気持ち悪い。オッケー。ね、ね、ね、ね。あー。これこんなの一発でわかる。怖い、怖い。うるさいね、すごい、なになに、ケメシとかやめてね、ケメシとか、うん、違う、はい、じゃ手出してね。怖い、怖い、怖い、気持ち悪い。あ、合ってねえか。あ、簡単、かわいい、俺ん家にいる。はい、はい、じゃあどうぞ、答えはイモリ。イモリ。あ、ピンポーン。小沢くんからいきましょうかね。怖っ、絶対発音。これね、難しいね。そのケムシとかやめてね。うん、大丈夫大丈夫。潰しちゃう。うん、ケムシあれ、ハゲ、ハゲ、そんなのやる。オッケー、わかった。どう、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 はい、どう、どう、どう、どこにあるの。これは難しいよ。これは勝った。これ難しいね。これ難しい。これは勝ったよ、はっきり言って。いや、絶対ね、違うと思う。これは勝った。これを当てたやつはすげえ。すげえ。もう天才、いやいよ。もうちょっとゆっくりした。いや、ずっと天才来てよ、勝ったら。誰かな。これ難しいね。生き物ですか。生き物だね。生き物、生き物、はい、これ分かったよ、うん、骨だね。これは分かった。うん、叩いていい。うん、あ、硬い。このじゃあヒント言うと、あ、いや、待って、分かる、僕もね。何の骨でしょうか。これはね、余裕、余裕。これね、僕ね、待って、鼻の穴がある。多分ここが鼻で、ここが目で、ここが口で、顎だから。やぐっちゃんじゃねえ、ほん、コウタロくん。はい。これで、もし君が外れたら、君のことをずっとバカと言って。あ、はいはい、いや、あ、わかった、いいよ。いいですか。あ、じゃあ。生き物、死んでるでしょ。うん。せーの、オウムガイ。猿の骨。オウムガイ。ピンポーン。やべ、うわ、オウムガイ。猿の骨ですね。おっしゃ、猿の骨だった。つまみね、これつまみね、俺。骨ですね、レプリカですね。おお、人の骨の。人じゃない、猿で。え、うまっ。